スカンジウムは原子番号21の元素。元素記号は SC。繊維元素、気土類元素、第三属元素の一つ。スウェーデンの分析学者、ラース・フレデリック・ニルソンが、スカンジナビアを意味するラテン語のスカンジアから、この元素の名前をスカンジウムと命名した。スカンジウムは、銀色の柔らかい金属であり、空気中で酸化されて、 単行色もしくは泡桃色の酸化皮膜が生成する。また、常温で、ハロゲン元素とも反応する。比重は 2.99, 油点は1、摂取541度、沸点は2、摂取836度。常温常圧で安定な結晶構造は、六方細密重点構造だが、加熱することにより、さらに2つの形態があり、それぞれの結晶構造は、 立方細密重点構造と免震立方合子である。水焼き酸には徐々に溶解し、熱水野酸には液溶。ただし、硝酸とフッ化水素酸を1、1で混合した溶液に対しては反応せず、これは不動体層が形成されるためと考えられている。空気中で燃焼させると、黄色く輝く炎を発して酸化スカンジウムを形成する。 通常プラス3の参加数をとる。スカンジウムの同位体は 36SC から 60SC までにわたり、唯一の安定同位体は 45SC である。また、45SC は天然に存在する唯一のスカンジウムの同位体でもあり、7-2のスピン角運動量を有している。他の同位体は全て放射性同位体であり、 最も半減期の長いものは 46SC の83.8日、ついで 47SC の3.35日であり、他に4時間の 44SC や3.7時間の 48SC などがある。その他の放射性同位体の半減期は、すべて4時間未満であり、それらの大部分は2分未満である。スカンジウムは、またいつの核異性体があり、最も安定したものは、 半減期58.6時間の44メートル SC である。45SC よりも質量の小さな同位体の主な崩壊モードは電子捕獲であり、質量の大きな同位体はベータ崩壊である。前者ではカルシウムの同位体が、後者ではチタンの同位体が主な娘各種となる。近く中においてスカンジウムは特に希少ではなく、 その存在度は18から午後25時と予想されており、コバルトと同程度である。スカンジウムは地球上で50番目、太陽系中では23番目に存在量の多い元素である。しかしながら、スカンジウムは濃縮されることなくまばらに分散しているため多くの鉱石中で痕跡量しか存在していない。濃縮されたスカンジウム源としては、 スカンジナビア半島やマダガスカル島で産出する気象鉱石のトルトバイタイトやユークセナイト、ガドリン石などが知られているのみである。トルトバイタイトでは最大45%のスカンジウムが酸化スカンジウムの形で含まれている。スカンジウムの安定同位体は超新星爆発時に起こる R 過程によって合成される。1869年。 周期表の父として知られるドミトリメンデレ AF によって、原子量40から48の間の元素である、エカ放素の存在が予言された。1879年、この元素は、スウェーデンの分析学者、ラース・フレデリック・ニルソンにより、ガドリン医師及びユクセン医師から発見され、ニルソンは 2g の高純度な酸化スカンジウムを合成した。ニルソンは、 メンデレーエフの予言を知らなかったが、ほぼ同時に、これを発見したペールテオドール・クレーベによって、スカンジウムがメンデレーエフの予言したイカホウ素に当たると判明した。1937年、カリウム、リチウム及び塩化スカンジウムの強小混合物を700から800度で電気分解することで、初めて金属スカンジウムが生成された。スカンジウムのアルミニウム合金向けの用途が、 始まったのは1971年にアメリカで特許が出されて以降のことである。アルミニウムマイナススカンジウム合金はソビエト連邦でも開発されていた。ガドリニウムマイナススカンジウムマイナスガリウムガーネットレーザー結晶は1980年代から90年代にかけてのアメリカの戦略防衛構想における戦略防衛の用途開発に用いられていた。 スカンジウムは反応性が高く価格も高いため、化合物の応用に関する研究開発はあまり進んでいない。以前は有機化学の限られた分野で触媒としてわずかに用いられるにとどまっていたが、現在は用途の拡大に伴い新素材として注目されている。その筆頭核が照明への利用で、溶化スカンジウムをメタルハライドランプに使用することでより強い光が得られる。 その他にも、アルミニウム合金に添加したり、ニッケルアルカリ蓄電池の溶極にスカンジウムを加えて、電圧の安定や長寿命化を図ったり、ジルコニア時期に酸化スカンジウムを添加して、ひび割れを防いだりする用途がある。スカンジウムの重量比で見た主要な用途は、高機能素材である、アルミニウムマイナススカンジウム合金の形での、一部の、航空宇宙用部品、スポーツ用品の材料である。 しかしこれらの分野では軽さや強度が近いチタンの方がはるかに多く利用されている。スカンジウムをアルミニウムに添加すると溶接における加熱部分での再結晶化や結晶粒成長が大幅に抑制される。アルミニウムは免震立方構造の金属であり、流形の縮小はそれほど強度に対する影響がない。しかし、 AL3SC が細かく分散することによって、合金中にいろいろな積質症があるにもかかわらず、ミクロの構造において強度が増大する。本来の添加の目的は、溶接可能な構造材用合金を加熱した際、角に結晶粒が成長するのを抑制することであるが、添加によって2つの効果が促進される。1つは、他の層が、 より細かく積質することによる強度の大幅な増大で、もう一つは、自己効果型合金における流海の非積質体の減少である。最初にアルミニウムマイナススカンジウム合金が使用されたのは、旧ソビエト連邦の一部の潜水艦発射弾道ミサイルのノーズコーンである。海標を貫通してもミサイル本体が壊れないほどの強度を確保できたため、北極海において、 解放下に先行しながら、ミサイルを発射することが可能になった。トリーフルオロメタンスルフォン酸スカンジウムは、有機化学において、類子酸触媒として用いられる。1990年代半ばに、東方ガスの水谷らが、酸化ジルコニウムに酸化スカンジウムを4から11、モルパーセント雇用させた、スカンジア安定化ジルコニアを固体酸化物、燃料電池の電解質として見出した。 2008年には、東京大学生産技術研究所サステイナブル、材料国際研究センター、教授である、岡部徹の研究室で、金属熱還元法、溶融塩電解法での製造プロセスが検証された。金属熱還元法では酸化スカンジウムを材料とし、カルシウムを還元剤とすることで、電気炉内で 1273K という比較的、低い温度で、 アルミニウムマイナススカンジウム合金が生成するが、カルシウム化合物の残留した純度の低いものとなった。一方で、溶融湯塩電解法では、カルシウム化合物が残留しないため高純度のアルミニウムマイナススカンジウム合金が生成した。ありがとうございます。